皆さん、おはようございます。マーティーン。では、のみな空母、キ武トです。岩手県のソングを言います。確かに東日本大震災関連の曲もいろいろありますね。はい。秋田県よりもいいけど、岩手県の曲はまあ、南部セミシグレ実は、福田光平さん、岩手県出身だそうでございます。はい。デビュー曲、はい。北国の春千正夫さん、小屋、岩手県陸前高橋出身、はい。新沼健二さん、大本南都出身、ふるさとは今も変わらず。確かに東日本大震災関連、ワンツースリー、 ではね、ワンスリーですね、はい。よ、えー、北上野曲。あとは、花は咲く、当然ですね。これ、東日本大震災復興チャリティーソングですね、はい。南部牛追い分け歌。あとは、マちゃんでおなじみの詳細のメロディー。聞いてよ、その日を乗り越えて。繋ぎ書いた。I miss you. 確かに、あまちゃん。あの、小泉京子さんですね。はい。味噌汁の歌。あとは、一本の松つ声も、千正夫さん。はい。夕暮れの時は寂しそう。あとは、遠野物語や、岩手のお師匠さん。南部坂、江い彦の女、港町ブルース。あとは、まあ、りんご節、いろいろありますね。はい。岩手の曲は確かに感動する曲満載。あ、すギスルるギはい。あまちゃんでもブレイクした曲でございます。あまちゃんの音楽も、それ、岩手ですね、それ。 歌声喫茶さんに行けばわかりますね、岩手。はい。ぜひ、岩手の曲も聴いてください。以上です。バイバイ。